私がいないときは夫がご飯作って、うん、娘の、はい、今日のご飯ですって言ったら娘は、うん、あのさ、あの料理うまいみたいだ、あの人みたいな、私が一応食ったときはね、うん、だけ、ね、黙ってた、うん、なんかね、なんかよく好きなガーリックなんとかとかいうのも作ってくれるし、今日は豚しゃぶやったとか言って病院に来たら、なんか料理できるみたいとか言って、で、夫もちゃん料理食べてくれるけど嬉しいんだよねとか言って、うん、あ、そうなんだよな、私が帰ったとかなんか乱れてきてるみたいで、なんかすれ違ってなんか2対1になった、で私がおられたら関係良かったみたいなんですけど、私が入ったらなんか悪くなったみたいで、ねえ、もう3人がなんかあれで、どっちかって言ったら私は娘になんか気兼ねして、ラブバーマンとか言われるけど、いいんだめって言う、ねえ、ダメでしょ、あんたそんなこと言っちゃって言えばいいんだけど、いや、言っちゃダメ、ダメなんですか、ダメなんです、で、ゴロンってひっくり返って音楽聞いて、それもスピーカーで聞くんですよ、私がこうやって思った、今音楽聴ける人さ、まだ歌うなって言われたら、うん、なんだかダメっていう自分がいるんよね、だけ、なんでこの子こんなだったのと思うけど、うん、でもね、それ特別じゃないです、うちもそうでした、本当ですか、なんか、やっぱり女の子、子供にしてみたら、やっぱりちょうどあのほら、あの学校に行ってたりして、そんなにほら、親っていつも一緒にいるわけじゃないじゃないですか、で、たまに一緒になって、やっぱりいろんなことを話したり、何も話さなくてもやっぱ一緒にいたいっていうのはやっぱあるんだと思うんですよね、それをじゃあ、お母さん、あのお団子かけるけんって、はいって言って、うちなんかでもそうですけど、上げ出したら2時間、3時間、もういいやとかいう感じでしたもんね。だから、あのじゃあお母さん今からお代もかけてくるけね、みたいな感じでしたよね。あ、嫌なのかな、あ、一緒にいたいんだなって、それも大事だなと思いながら一緒にいて、じゃあよし、この子が寝てから頑張ろうと思って、その子が寝て頑張ろうとも思いながら、あ、私も眠たくなって誰もかがあんまり上がらんなみたいなことはあったんですけど、やっぱりいろんなほらある時はもう今日はごめんねお母さんお代、あんたたちだ、あんたがもう今日今度試験がいいようにお母さん代もかけとっけねとか、まあ、いろんなことを聞いて、やっぱ言葉って大事だと思うんですよ。今からね代もかけるのはもうあんたがねもうほんとね、なんかあんたにとっていい、ね、あんたにとってちょうどいい大学に入れるようにお母さんちょっと代もかけるっけねとか、やっぱりちゃんとこう言葉で伝えてあげるっていうのは大事だと思うし、言ってますよ、うん、やっぱ何回かに、やっぱり1回はやっぱり、あ、そうって言って、じゃあ今日遅くからするわって、今日あなたと一緒にいろいろ話そうっていうのは、そういう時間も大事だと思う。十分話してるんですけどね、7時頃から帰ってきて、で、寝るのが12時とか1時なんですよ。いや、そうなんですよ、遅いんですよね、子供が。うん、で、へーとか思って、今から私はどうしたらいいでしょうって。うん。うん、まあね、今ずっと聞かせてもらってね、奥さんがね本当にね、根性においてね本当にその成仏を遂げるというね、そういうものすごい尊い因縁を持ってきてんのよ。だから召集に戻ってきてだよ、直ちにもうそのまさに三小島がね、いわゆる普通だったら修行を積んで積んで積んでいよいよ仏になるぞって時に出てくるものなんだよね。三小島っていうのはその、まずは自分の病気怪我、そして次は家族、そのうちに今度、権力、いよいよ今度は最後は権力みたいなものに入ってその首を絞めてくるんだよ、そのまあ生活圏を脅かしてくる、まあ、最後はそうな、その手前に島があるからね、いよいよ成仏できる時に死をもって仏道修行を断ち切られる、なんかざっくりはこういうことなんだけど、それがねこう今こうある意味こう圧縮された形でね起きてるわけですよ。でこれはどういう人が起きるかといえば、行下すでに勤むぬればってちゃんと天台大師がこの枕言葉にあるわけだね。だからいよいよこの修行が極まってきた人にこれが起こりますよって。だからもう囲んでだけのもんじゃないからね、命はね。だから在所だ在所だというふうに思う一面も確かに切り口もあるでしょうよ。だけどもう一つの切り口はいよいよ根性で仏になる、仏死ぬんですか、そう私死ぬ、そういや仏って死ぬって意味じゃない、いやいや死期が近いんですか、死ももちろんそれはみんなそうだよ。もうこれだけ新人頑張ってるメンバーたちは今言った三小島ってものはもう常に地雷、もう三小島の地雷の中を走ってるんですよ。
いつ何時病気事故怪我で仏道修行のその、志とねその肉体を倒られる、うん、っていうこともこれは覚悟して進まなきゃいけないんだね。でそれを全部ねその 平穏な普通の自分の日常の生活の中のことでご本尊を拝んでこういうことが叶いましたとかこういうまあそこそこの幸せですよってそのくらいの心力行力では仏になれないんですよ。足はへしおられるわ腕は両はもがれるわって、まあ、具体的にもがれるかそれとも、まあ、今回私パソコンが溶けちゃってねそれで要は手足もがれてみたもんですよ俺にとっての光線ルフの一番のその、まあ、この槍だったわけだよね。それすらもがれる。でもねその間結局しょうがないな招待するかしょうがないな他にやることないから招待するかみたいなまあそれともう一つはねここ1、2ヶ月の間のいろんなこの出来事の中で自分のその命の奥に眠ってるそのまことにこのいやらしい命不信とかね温室とかやっぱそれが見えたんだね。そこそこに消えたかと思ってたんですよ。とんでもない慢心であったなと。だから自分のこう命の中っていうのは、まあ、縦にビルディングが立ってるようなもんでさ地上1階2階3階って、まあ、高いところの命しか軽いところの命しか分かんないわけよ自分の自覚っていうのは。でも信心を進めていくとどんどん地下のその下の層が見えてくるっていうか。そしたら上の層まではきれいに整理整頓して片付けてきれいな命だったなと思ってルンルンでいたらこのとてもじゃないけどその地下そのもう一個下の部屋はもう蛇の巣とか巣窟になってるっていうね。でそれの繰り返しだったな。だから信心進めばその地下あその床をこう破るようなことが起きるわけよ。それは日常の生活してたんじゃ破られないんだね。で一生自覚できないで方々の命をたっぷり抱えたまんま自分じゃいや結構いけてんじゃないっていう気持ちで一生行ってしまう。でもそれは死ぬ時にはいやそういうわけにいきませんっつって全てのがこうつまびらかになってはい悪業が 76% 善業が 20何%みたいなそういうふうに、死んでいくわけだ。でもそれをその信仰ゆるい浅いやわな信仰の時はやっぱりその一番の軽いとこの号がねさささささって掃除されるだけなんだよね。次の部屋のそんなうごめいてる変なものなんてのはとてもじゃないけどその心理行力では処置できないからまた出ても来ない。だからその行下すでに勤むぬればっていよいよこの行とそれまあ信行学がいよいよ進んでくると仏様の方からそのいよいよ次の層を命をきれいにするそういう状況を起こしますよってことなんだよね。それで三類の棒的って形で起きてくるわけです。三小島って形で起きてくるわけですよ。それはそのまさに病気事故怪我で本人の信心とか普通の平穏な生活をこう根本から揺さぶられるわけですね。そして大事なことは疑いが起きてくるってことなんだ。疑いが起きてこないことには次の部屋に気がつかない。さっき図らずも言ったじゃないですか自分の心の中にまだそのねそのこうそのさその見えてるんですよ。それが要はご階段様のとこ行ったらねこんなに苦労して行ってきたんだからきっといい功徳だけが待ってるはずだと思ったらなんてねそれが起きることが大事なんだ。そこで疑いが起こるじゃないですか それが実はうちらの命の正体なんです。その仏様に対して芸家様やいろんなまあ日蓮少女に対してのそういういざとなったら出てくるそういう命ね、これがとことんまで綺麗になりきらないことには本当の幸せになれない。本当の仏という境地に即身成仏になれないわけじゃん。疑いの根性を持ってて即身成仏するわけがないので、それがねこんな早くから起きたってことがむしろびっくりですよ。普通だったら5年も10年も少子の信仰を極めてってね
それからいよいよ今言ったようなこと出てくるわけ。やってやっては足は折るわ、ケツから血は吹くわ、それで子供からは忌み嫌われれば旦那が牙向いてくるわって、これはね大概相当やってから出てくるんですよ。ってことは要は奥さんのもともと持ってる命がだよ、もうそういう苦毒を積んできた人だってことだ。だから時を経て召集に戻りましたっていう時に、そこそこ 2,3 ヶ月の間にもう仏様の目から見て、あなたはその問題を解決していく中で大勢の人を救う人なんだから、この試練を、受けなさいと。それは決してその まずいことで起きてんじゃないんだよと。何か信心が間違ってるから起きてるわけでもないんだよ。過去での業が深すぎてもう抑えの効かなくてそれもただ溢れ出てるとか、そんなことでもないんだよ。まさにあなたの命がね、その大勢の人を救い出す、そういうもうすごい状態にいるから、まさにこれがね、法華経の行者は冬のごとしっていうのはこれなんだよね。もうまさに冬だよね。このありとあらゆるこの雨あられが降って突風が寒風が吹きずさんでさ、その中でもで疑いの心も当然出る、いや嫌気も出る、だから退きたい心も出るだろうけど、この時ですよ、踏ん張る時はいよいよご本尊の前に座る。その座り方はね、決してね、そのここが大事なんだな。法華経の行者っていうのは結局はそのね、ニンニク行なんだよ。ニンニク行っていうのはその私が飲んでるからね、うちが持ってんのよっていうそれじゃダメなんだよ。このね、本当にこれ拝ましてもらっていいかなって、とか言われる中で声も出さずに輪も叩かずに拝む、もう一切目を動かない。でも声仏地をなすってあるじゃないですか。いやいや、そればっかりで見ちゃいかんです。そうそういうね、耐え忍ばなきゃいけない時はそれをまたするんですよ。それはね、むしろ聞く、子供に必ず、その帰ってね、もうね、なんていうの、あんたこそ自分の部屋行きなさいよなんて言えばね、いつまでたったってこの子はね、本当の真に目覚めないまま下手すりゃ軌道を外れちゃう。そもそもかわいそうと思わないと、やれやれって言ったのは奥さんも騙されてた、みんな騙されてた、偽物だったんだよ。その一番最後の最後の最後のその被害者ですよ。それで人生来ちゃってる子にね、その今にわかにあれは偽だったのよって、で正しい本当なのよって言ったって、それはね酷だ、それを理解するのは。だから自分がまずへりくだらなきゃダメなんだよね。でもう要はそのもういいんです、その顔色を伺いながら、ご主人の顔色を伺いながらね、もう密かに信心させていただくんだっていう、その姿勢の中にこのね大きく一皮向けてくるんですね。一皮どころか、それがね仏になる手前のその今の状態から仏になるためのこの大きな修行をさせてもらうわけ。この信心っていうのはね、それも仏様はおっしゃってるけども、味方が良くするもん、加藤堂が良くしてくれるもんじゃないんだと、加藤堂が我々を成長させてくれるんじゃないんだと、敵が、まあ旦那さんも娘さんも敵じゃないけどさ、でも言うてみればそういうことなんですね。その信心を邪魔する人が実は自分を一番仏に磨いてくれてる人だ。だから甘んじて受けなきゃダメなんです、そのこの今から拝むんっていうのを話してもらえるかなってそれが正しいんですよ。そして音も立てずにちゃんとね、ご観念このお題目が唱えられますよ。しっかり仏様を拝してね、まあ全然出すのなかなか難しいから、そのスピーカーの音聞いてんだからさ、ぐらいは邪魔にならないじゃないですか。邪魔にならない、この本当部屋の隅っこのね、仏様の前のとこだけでこうやってね、こういう信心ってのは大事なんだよね。だからその家庭ではそういう意味合いの状態になってるけど、その自分もね、かつてそのひたすら尺伏ってやってった中で、甲冑全体からそういう雰囲気になったことある。本堂の一番隅っこでもう本当にこう人の顔色見ながら、何を言うんだ
よっていう、そういうもう完全になんていうのかな、アウェーな状況に追い込まれたことがあるのね。それを1年2年ぐらいかかりましたかね。そのでも今考えるとね、それ以前っていうのはものすごいやっぱり結局慢心だったんだなって、今でも慢心なんだけど、もうその、2桁ぐらい、桁がちょっと違うぐらいの慢心な尺度がやってるんだけども、その正しいことやってんだ俺はっていう、そこに慢心を起こしていた。それはやっぱり成仏街道とは点で違う方向だったんだなっていうことをね、今になって分かりますよ。あの時に周り中から本当にその責められてましたからね。とにかくそういう時期があって、そしてそこを区切り、しかし尺伏しか道はないよっていうことをまた別の 人たちからちゃんとこの、まあ、指導やり引っ張ってもらいながらね、どうであれ尺伏をやる脱ぐ以外にそういう四面楚歌の場所は抜けられない。またその尺伏を本気でやりだせば必ず州内からそういう、州内からだよ、州内は当たり前なこと、州内からそういうね、そのなんつうかな、まあ四面楚歌みたいな感じ、周り中からもその攻め立てられるような状況は必ず起こるんですよって、その人たちは大先輩だったからね、そうなった、かつてそういうとこを通ってきた、そう言われた。でもあれがなかったら本当にその、まあ、皆さんとも出会えなかったですよ。その満身でただただガン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 やってただけではね、おそらくね、ひょっとしたらちょうど池田大作とか浅井翔平みたいになってたかもしれない。彼らだって尺伏やってたんだから、総合学会としてね、検証会として、尺伏やってるから正しいとは言えないんだよ。この信心してるから 100% 私は正しいのよって言えないんですね。それはこの信心してるがゆえに、そしてその信心が理解の少ない、理解があんまりしてない人や、あるいはまあ方々の人たちにガチャ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 言われ抜くがゆえにね、ただただご本尊様のその一点だけを握りしめて、我々はね脱皮できるんです。どん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 その悪いものを知らないうちに脱げるんですよ。でも着てるうちはね、あれだよ、着古した服と同じで、よく風呂車もそうだけどさ、とてもじゃないけど5メーターぐらいから匂いがしてくるような服も本人たちは普通に着てるわけだよね。ああいうことなの。自分のこの命の悪い傾向性とかね、その本当に成仏を遂げるに妨げてる命、尺伏をしていく大勢の人を救うことを妨げてる命っていうのは自分じゃ全く気がつかない。まあ公衆とか大衆と同じですよ。それはそれがそのあっていいんだよ、別に煩悩業苦が発心般若下脱と転ずるって言うんだから、はまあ恥ずべきことだけども、必要以上に卑屈になる必要ないわけね。それが正しい信仰に進むことによって、ご本尊に対する真だけ、その真の一字でしっかり握りしめて、こうやって手綱を手繰っていけば、その誹謗されたり、邪魔されたり、バカにされたり、詐欺すまれたりっていう、その中で自分がまさにその時だよ、ニンニクの鎧を着て耐え忍んで耐え忍んで耐え忍んで、そこ行くとね、気がついてみると人徳が出てくるんです。娘にも尊敬され、旦那が本当に心の底から奥さんをこの尊敬するようなね、そしてもちろん学校、同じ職場の中でも生徒にも父兄もっていう、そういう姿が現れてるんですよ。そのための今冬嵐が起きてるってことなの。大概な人はさっきも言ったように、そんなに簡単に出てきてくれるもんじゃないんだよ、むしろ。そんなに、でそれをね、ずっと話聞いてたら、奥さんはその最後の根っこのとこにやっぱり芯が強いんだね。そのやっぱりこのまあこの2世だっけ3世だっけ、そうやって生まれてきて、子供の時からね、その時は正しかったんだから、そのお母さんたちのその指導がやっぱりね、幼い子の心にね、正しい心っていうものを植え付けてもらってきてんだよ。だからその疑いとは言ったってね、むしろ疑いの方がね、浅いところにただこんなんって言ってるだけでね、実はあなたの根っこのところはね、しっかりご本尊信じてるんですよね。だからこういうことが起きてきてるんですよ。仏様が信用してくれてるから、
あなたは退店しないと、だから起こすから耐えなさいって、そこを耐えていったら必ずねその大人材になるぞって、そして根性のうちに仏、冬は必ず春となるっていう、その春っていうのは仏界という意味ですから、仏界という境地、人間冬というさ、我々のこの凡夫六道の生活っていうのは、この仏の目から見れば、成仏と行外から見ればまだに冬吹きすさんでるような状況なんですよ。それが必ずその春芽吹いて、そしてさんさんと光がね輝いて、こう太陽の恩恵を受けっていう、そういう風に脱皮するんだよね。それは必ず来ますよ。だからね、その堂々とね、堂々っていうか、そのまあその堂々と寝てる娘さんにね、そのまんまにしてあげて、自分はね本当に隅っこでそっと拝ましてもらうっていう、その志で、その代わりだけど、そのそこでそこだけはひるんじゃダメよ。ごめんねって謝りながら、謝りながら、ごめんね、あの気に障るかもしれないけど、この合唱して、そのこのね格好だけはしていいっていう、そのくらいの勢いです。これはもうね、あの気になったら行ってくらいな。これはね、誰だってむしろいわゆるあの北風と太陽ですよ。むしろ悪いなって思う、そうやって分からせていく。ご主人だと同じことですよ。あのやっぱりね、自分らが気がつかない間にあの傲慢な部分があったのかもしれないよね、今まで自分の方がね。でもね、これはすごいとこ通ってますよ。そして結論は絶対に開くから、健康の問題もね、それはそれから親子の関係も、ご主人との関係もね、それから職場のことも金銭の問題も全部絶対開く。この絶対ですよ、この南無法蓮華経は。開くまで唱えりゃいいんだよ、簡単なことで。開かないうち中はまだ拝みっぷりが足りないだけのことだから、ご本尊様がちゃんとそのあなたが脱皮するためのこの期間、それからその時の信心、その量、それはちゃんとお尻だから、それが叶えばちゃんと一個ずつみんなこうやって開いていくわけですよね。それは、うん、そこのその心持ってるから仏様もこういう問題を起こしてくれたんですよ。ふてくされてみたりさ、いろいろしてるけど、結局のところあなたはちゃんとね、仏様のもとへしっかりこの戻ってこれる命をちゃんと根っこにあるよっていうことだよ。大丈夫ですよ、うん、病気なんか、病気怪我なんか絶対治りますから。大丈夫。